します。さあ、フリープレイ楽しんでいただけたでしょうか。さあ、横を見るとちょっと予想や新たにということで、はい、どうしたんですか、花田サンタ、はい、花田サンタ、サーサイということで、あのプレゼントを持って、来ました。若干あのサンタというかちょっと銀行強盗みたいな感じですけど、はい、ちょっとひげでもしゃもしゃ言ってて、いやあんね、これね、大丈夫ですか、これ呼吸とかできないですよ、ほとんどなんかすごい毛が入ってくるんで、かなり辛いです。気をつけてくださいね、はい、これひげ取っても、はい、原田さんもともとひげ生えてるから、そうです、黒いひげが生えてるので、黒いひげ、そうですね、はい、でサンタになってもサングラス外さないっていう、ね、はい、そうですね、ポリシーがね、さすが春、はい、眩しいので面白いですね、はい、さあ原田さんとゆり子さん、はい、フリープレイタイムの時、はい、一緒にフォトブースどうでしたか、盛り上がってましたか、フォトブース、うん、たくさんの人と写真撮れました。あ、そうです、すごく楽しかったです、いっぱい撮っていただけました、非常にあの若い方が多くて、あ、よかった、はい、あの来てくださってる女性の方も軒並み可愛くてさっきからそればっかりじゃないですか、はい、男性プレイヤーどうなっちゃうんですか、個人的に満足しております、はい、どこで満足されてるんですかちょっと分かりませんけど、先ほど私もちょろっと見させていただきましたけど、うん、皆さんあれですね、とてもなんかお優しいというか、本当にマナー守っていただけて、そうなんです、あのなんで普段の大会ではもうちょっと乱暴な方がいらっしゃるんですけど、え、本当ですか、今日は紳士的な方が非常に多くて、すごい良かったなと思って、はい、どうしようと思って、みんな初々しい感じでしたね、はい、すごいありがたかったです、飛び蹴りが飛んでくるぐらいは覚悟してたんですけど、はい、大丈夫です、そんなこと今まであったんですか、はい、いやいやでもね、本当に楽しんでいただけてたら幸いです、はい、さあではお待ちかねの後半は皆さんこのコーナーからスタートしたいと思います。では原田さん、コーナー名お願いします。はい、コーナー名何でしたっけ、コーナー名ちょっとみんな待ってますからお願いしたいと思います。コーナー名何でしたっけ、はい、もうここにボックスがあるから分かりますよね、はい、はい、はい、デッキ20周年プレゼントプレゼント大会ですあれちょっと違いますが、まあまあまあいいですよ、大抽選会、大抽選会、はい、ありがとう、大抽選会、だってカンペ出てないんですもん、サンタさん、カンペがないと、サンタさんお願いしますよ、カンペがないとできない、はいということで大抽選会を行っていきたいと思います、はい、ではゆり子さん説明をお願いします、はい、皆さん受付で配ったってけんくじは持っていますか、あのくじにいるあるで番号で呼ぶので当たった人はステージに来てくださいね、はい、かわいい、ありがとうございます、はい、くじを持ってね、皆さんこのステージに上がっていただきたいと思います。そしてニコニコ生放送をご覧の方は鉄拳20周年記念クイズに答えていただきまして、問題ごとに正解者の中から抽選で1名様に豪華プレゼントをお渡ししたいと思います、はい、ですのでニコ生の視聴者の皆さんはクイズどしどしチャレンジしてください、頑張ってください、はい、よっしゃーとひょーとか、あ、喜んでますね、喜んでくださってますね、皆さん、はい、ちゃんと正解しないともらえませんからね、はい、正解できるように頑張ってください、はい、さあそれでは会場の皆さん準備は大丈夫ですか、今来た方もいらっしゃいますね、大丈夫ですね、はい、はい、みんな戻ってきてますね、はい、戻りましたね、くじ、はい、はちゃんと持ってますね、はい、はい、それでは早速始めてまいりましょう。まず一つ目の商品はこちらです。さあ原田さん、はい、原田サンタお願いします。はい、これはあ、ちょっと待って、はい、こちら、鉄拳ディレクターの、米森です、はい、お互い部長と課長で直属の部下なんですけど、はい、2人とも部長課長で管理職なんで、休日出勤のもう残業代も出ず、あ、手当も出ず、ね、何の手当もなくこんな格好してるこんな企業でございます。何なんですか、はい、お偉いさん方が、はい、というわけでこちらね、くまモン出てきましたけど、はい、くまモンと鉄拳のコラボ、かわいい、かわいい、トートバッグです。これあれです、あれですってどうですかどうしたんですか、限定品で非売品なんです。お、非売品で勝手にコラボしたんじゃなくて、ちゃんと熊本県と、お、はい、ちゃんとコラボしてる、鉄拳にも熊いますからね。かわいい、はい、これちょっと原田さん、裏側も見せてもらっていいですか、はい、裏も結構こう、どうです、皆さんどうですか、結構かわいい感じ、かわいいですよね、かわいいでしょう、はい、ね、かわいいです、欲しがる人多いですね、はい、こちらは2名様になんですけど、はい、原田さん、せっかく20周年記念でファン感謝祭ということなんで、これももちろん素晴らしいんですけども、はい、それにプラスで何か、あ、そうですね、ロケテストの時も
あのバナパスカードにサインしたらすごい高値でヤフオクで売れてたみたいなので嘘本当ですか、はい、そうなんですよ。だからこれにもヤフオク様へって書いて売りにくくしてやろうかなと思ってそうですね、はい、それはありですね。出品しにくくしてやろうと思って、はい、サインを、はい、そういうサインを、はいはい、出品しにくいサインにしておきます、はい、ありがとうございます。ではこのトートバッグにプラス、はい、ヤフオクに出品しにくいサインを、はい、原田様から直接書いていただいて、ね、プレゼントしたいと思います、はいはいはい、ではまず最初はこちらのくまモンのミニトートバッグ2名様に、プレゼントしたいと思いますので、ゆりこさんでは抽選ボックスから2枚番号を引いてください。はい、じゃあ1枚いきますね。はい、まず1枚目。お77番です。おめでとうございます。あ、おめでとう。ではでは通してあげてくださいね。どうぞ。もう1枚、はい、たなななななな、じゃじゃん。お160番、160番、おめでとうございます。通してください。お、もう早速シレットをもらってきましたね。160番の方、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、サイン付きですからね、大切に使ってください。ありがとうございます。さあ、こんな感じで皆さんどんどんと進めていきますのでね、当たるように祈っておいてください。さあ、まだまだプレゼントをご用意しております。続いてのプレゼントはこちらです。はい、これね、大ヒットシリーズでございます。あのね、普通ね、1500個とか3000売れたら大ヒットのフィギュアの中、ダメです、違う、ゆりこ大丈夫ですね。これのシリーズすごいんですよ。1個あたりなんと1万何千個売れたりする、大ヒット大人気シリーズですし、結構品薄になる場合もあるんですけど、はい、もうちょっとじゃあちょっと前に出てきてもらって、はい、見やすいようにしてもらっていいですか。出たばっかりの2位なの、まだ持ってる人ほとんどいないと思いますけど、はい、ニーナ・ウィリアムスのフィギュアの方、はい、こちらですね、ことぶき屋さんからご提供いただきましたイラストレーター、はい、山下修也さん書き下ろしイラストを立体化したニーナ・ウィリアムスのフィギュアとなっております、はい、もうゆりこさん、はい、これ欲しいんですよね。すごく欲しい、はい、これじゃあ当たった人にちょっとおねだりするっていうのはありかもしれません。OK、はい、では2枚引いていただきましょう。お願いします。1枚はじゃじゃーん、こちら85番。85、おめでとうございます。5センター通してあげてください。もう一人行きましょう。はい、もう一方137番、137番、あら、います。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ、137番の方、はい、すごい。あ、ヤフオクに売りそうにない人でよかったです。よかったです、はい、どうぞどうぞ。はい、こちらでお受け取りください、はい、おめでとうございます。ちなみにこちらのフィギュア持ってますか。まだ持ってない、はい、どうしますか。ヤフオクにやめてください。お家にしっかり、ヤフオクにね、渡すぐらいだったらね、欲しいですよね。ゆりこさんに後ほどじゃあお願いします、はい、はい、それではまだまだありますのでどんどん行きたいと思います、はい、さあ、続いての商品はこちらです。はい、鉄拳オリジナル T シャツ、これ結構、これもレアなんですよ。欲しい人、あ、すごい、すごい、すごい、そうですよね、欲しいですよね。鉄拳、これは非売品、これね、日本で売ってないんですよ、うん、ヨーロッパだけでしかほとんど手に入らないんですよ。へぇ、はい、じゃあこれはそうなんですよ、なんか日本でみんな売ってくれてるんですけど、なかなか日本で販売、なぜか鉄拳グッズって日本が一番売ってないっていう、ちょっと実物見たいですね。これ何種類かあるんですけど、これが、あ、見たい見たい。まずはジンの、ジンですね、これジンの、どうですか、はい、これはなんかあのやっぱヨーロッパの人大好きですね、フランスとかイタリアとか、そうですよね、ゆりこさんみたいな、欲しいですね。またあと違うカラーのものもあるので、これはこっちも見てみましょうか。これ結構人気なんですよ、あの海外で、うわーって声が、キングのね、欲しい、はい、欲しい、こうなんかルチャリブレっぽい、こうかわいい、これは本当に大人気で、うん、もう本当にヨーロッパの人もみんなこれ欲しがるんで、いや、ヨーロッパ以外にもやっぱ日本の方もこれだからね、欲しいって言ってますよ。僕のサインがもう入ってるんで、うん、ヤフオクじゃなくて eBay で売るとeBay で売るとね、結構
26ドルプラスぐらいで売れますんで、はい、もういいです、売らないでください。サインだけで26ドルですから、これ多分100ユーロは超えるかな。なんでそんな生々しい話やめてください、ね、180ユーロぐらいできる。もう一つ、もう一つ、あの黒いのも、あ、黒いのもあるんですよ、これ。黒いのは、黒いのはね、カズヤ、これね、カズヤでも、かっこいい、これもかっこいい、これは1枚しかない、これ欲しい、女子が、もう女子が欲しいって言ってますよ、はい、これはレアですよ。これ L サイズ、サイズも一応あるんですね。これは一応 L サイズです、はい、はい、L サイズ、まあ、まあ、みんな着れますんで、ちょっと海外サイズだからでっかめですけど、ちょっと大きめの、はい、いや、これはもう皆さん欲しいでしょう、はい、これは欲しいですよね。これを5名様にプレゼントしたいと思います。じゃあ欲しい方はね、自分の番号をどん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 大きな声で言っていただけると、はい、もしかしたら当たるかもしれません。ではでは、大丈夫ですか。はい、じゃあまず1名引いていきましょう、どうぞ。じゃあいきます。お、31番、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ 2人目お願いします。はい、3番の方、すごい、おめでとうございます。じゃあちょっとサイズとかもあるんで、ちょっと並んで待ってもらいましょうか。あ、そうですね、ちょっと待ってもらって。はい、じゃあ28番さあ4人目お願いします。159番、いますか。よかったよかった、はい、います。はい、じゃあ最後4人目、お願い、あ、5人目お願いします。もう一つね、はい、え、ちゃっちゃっちゃっちゃん、はい、いました、120番、最後は120番の方です。あれ、いないです。いない、あ、どっか行っちゃったんですね。120番の方、120番が消えた、いないですね。あ、います、120番、トイレに行ったんで、あ、待ってください、120番、あ、います、あ、います、よかった、ギリギリセーフ、おめでとうございます。ではでは、それではもう原田さんが、うん、はい、あの、いきますか、独断と偏見でサイズ、あの、ちょっと米森トナカイと話し合って、米森トナカイと話し合って、はい、決めてください。これね、T シャツ今ニコ生の人が売ってくれ売ってくれって言って、あとぜひいっぱいそう売ってくれって書いておいてください。あの、うちの、うちのこういう販売する部門の人がちゃんと日本に売らないのが悪いと思ってるんで。そうですよね、そうなんですよ、ね、え、あ、これみんなね、やたら要望がある、なんか日本かたくなに売らないんですよね。すごいね、ほら、売ってくれ売ってくれ売ってくれ、そうなんですよ、なんかね、売ってくれ、鉄拳グッズ常に海外ばっかりなんですよ。もう拍手もね、起きてますからね、はい、そうですね、頑張りますんで。そして平和に無事に解決したようですね、はい、よかったです、よかったです、はい、じゃあこれがね、日本で発売されることを願って楽しみに待っていたいと思います、はい、さあ、まだまだ皆さんありますよ、まだありますからね。続いて一体どんな商品が出るのでしょうか。それではこちらご覧ください、続いてはこちらです。ででで、なんと、はい、これも限定のバナパスカードですね。これもすごい、ちょっと一部入れますか。ギラギラしてる。そう、これもね、こう何種類かあるんですよね、こういう、これ鉄拳ワンのやつとかもあるんですよ、ね、見えますかね、ちょっと。これなぜか鉄拳ワンのバナパスカードっていうのが、鉄拳ワンのバナパスポートカード、はい、で、なんかね、いっぱい絵柄もあるんですよ、こういう。これすごい、これ結構すごいんですよ、ぜ、ほぼこれ確か全キャラ入ってる。欲しい。うちのね、バンナイナムコ、これ見えないんですけど、ニコ生の人、ニコ生どころかここの人も見えないから。そうです、そうです。正月のね、年賀状に使ってたデザインだったりとか、結構ね、こうやって一枚一枚、結構ね、いろいろレア。これなんかこの間のヤフオクで18,500円で。どんだけ原田さんヤフオクチェックしてるんですか。そう、最終的にこれすごい値段いったんじゃないかな。皆さん気をつけてください、すごいチェック厳しめです。そうなんですよ、これ。でもキラキラしてるじゃないですか、はい、すごい、こんな超限定のね、こちらのバナーパスポートカード、なんと11名様にプレゼントしたいと思います。こちらですね、ちょっと人数が多いので、呼ばれた方はこちらの階段から上がっていただいて、受けてもらったらこちらの階段から講談していただきますように、はい、お願いします。ではでは、まずはゆり子さん、はい、聞いていただきましょう。11名です、お願いします。じゃあ1枚はまず1人目34番、1人目34番、おお、おめでとうございます。2人目いきましょう、はい、2人目101番、いますか。あ、いました、よかった。元気にリアクションしていただけると分かりやすいです。お願いします。40番、
40番はい、いました。はい、じゃあ4人目42番。あ、近い。42番、やった。さあ5人目選んで、はい、96番。96番、そして開けとくか。6人目、172番。172番、いらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい、よかったよかった。はい、ではでは来てください。はい、待ってくださいね。1,2,3,4,5,6 7人目、86番。86番、おめでとうございます。8人目、はい、8人目、9番。9番、おめでとうございます。さあ10人目、はい、168番。168番、お、いない。10人目、168番の方はいらっしゃらないですか。これレアです、これレアです、はい、いらっしゃらない。では168、あ、168、あ、よかったよかった。いらっしゃらないって、危なかったです。じゃあ最後1人、はい、ラスト1人、ラスト11人目、ラッキーボーイ、はい、ラッキーガールは72番。72番、ラッキーガール、おめでとうございます。よかったよかった。ではでは、ステージお上がりください。あれ、もうみんなまだかな。1個余ったかな。あ、あと1枚。すいません、もう1人いました。もう1人、ラスト1番。すいません、はい、数え間違えてたみたいですね。お、ラッキーセブン、7番。7番、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、いいな、超限定のバナーパスポートカード。いや、皆さん欲しかったですよね。ただ皆さん、さらに次の商品は豪華なものだと聞いています。さあ一体どんな商品なんでしょうか。ご覧いただきましょう。はい、続いての商品はこちらです。なんと、はい、これはね、デビル人超激レアバナパスポートカードです。これキラキラカードなんですけど、お、見たい、実物見たい。これね、実は世の中に全く出回ってないです。おー、はい、なんでここに、今のところここにある5枚だけなので、これ今日もらえた人は超ラッキー。これ多分ヤフオクで3万円超えるんじゃないかな、これね。そうですね、うん、もうちょっとなんか見えますかね、皆さん、はい、どうですかね、大丈夫ですかね。はい、じゃあこちら5名の方決めていきたいと思います。ではゆりこさん聞いてください。お願い、あ、待ってください待ってください。こちらですね、会場の方だけではなくて、あ、ニコ生の視聴者の方にも、もしかして当たる可能性があるかもしれません。ということで、ニコニコ生放送をご覧の方は、鉄拳20周年記念クイズが3問追加されます。問題ごとに正解者の中から抽選で1名様にプレゼントいたしますので、全員で3名様にこちらのデビルジン超レアバナパスポートカードが当たるチャンスがございます。ぜひ皆さんクイズ頑張って答えてください。じゃあこれニコ生当たった人にマジックで大きくニコ生って書いてあるあ、分かりやすいですね、はい、そうするとね、台無しにするっていう。会場では5名様、はい、まずは当たりますから、会場の5名様決めていきましょう。はい、ではでは、いきます、どうぞお願いします。はい、1枚来ました。100番、ドラメ100番です。ぴったり、やった、拳上がった、イエーイ、おめでとうございます。まさかり人、まさかり人、すごい、くじゅう、すごい、すごい、みんなの、素晴らしい、やった、やった、ありがとうございます。すごいまさかり人、素晴らしい、素晴らしいですね。じゃあ2人目いきましょう、お願いします。はい、次は29番、やった、女性プレイヤ ー先ほどね、欲しい欲しいって言ってました。やりました、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、これ嬉しい、おめでとうございます。ありがとうございます。こちら大丈夫ですよ。大丈夫です。では続いて3人目お願いします。はい、続いては、175番、175番、おめでとうございます。
あまり喜びが少ない感じですけど、嬉しいですか？嬉しい、よかったよかった。うちにね、秘めるタイプなのかもしれませんね。おめでとうございます。それでは受け取りいただきましょう。どうぞどうぞお上がりください。はい、ありがとうございます。さあ、それでは4人目いきましょう。どうぞ。はい、こちら6番。6番おめでとうございます。お上がりください。やりましたね。おめでとうございます。はい、さあ、それでは最後の一人です。お願いします。最後はこちら25番。25番ラッキーガール、おめでとうございます。いや、これは嬉しいでしょう。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひね、これを使ってどん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 鉄拳を遊んでいただきたいと思います、はい、さあ、最後にニコニコ生放送鉄拳20周年記念クイズで、鉄拳アニメテッドくまモンミニトートバッグ1名様、ニーナ・ウィリアムズのフィギュア1名様、デビル G 超レアバナパスポートカード3名様、当たった方、当選された方が画面上の上コメント欄、あ、画面上に、お名前が出てるかと思います。見事当たりました方、おめでとうございます。当選された方、おめでとうございました。はい、当選された方には2週間以内にドワンゴさんから当選案内メールが届きますので、ぜひぜひそちらをお待ちください。さあ、ということで見事ね、本当に当たった方、おめでとうございました。しかし、ちょっと原田さん、はい、いや、原田サンタさん、はい、こんだけたくさんの方がいて当たらなかった方の方がちょっと多いんじゃないですか。そうですね、ちょっとがっかりしてる皆さん、ちょっとがっかりですよね。がっかりですよね。もう一つなんか欲しいですよね。原田サンタ、お願いします。サンタさん、じゃあ、サンタさん、何かお願いします。あります？何ですか？ありますか？持ってますね。なんかある？ありますか？いや、これ欲しい、はい、じゃあファイティングスティックを、おはい、お出します。スティック、はい、トヨコちゃん、ロデモリあります。わー、すごい、こちらです。うわー、こちら素晴らしい。ちょっともうちょっと前に出てきて見せていただけますか、トナカイさん。こちらのスティック、テケタクトーナメントの対応スティックを2名様に、はい、ではラスト、持って帰るの大変だと思いますけど。いや、でもこれ当たったら嬉しいんじゃないですか。はい、はい、ではこちら2名様にもうラストのね、勝利ですので、はい、プレゼントしていただきましょう。ではゆりこさん、引きます。まず1人目引いてください。はい、まず1人目118番。118番、やばい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ではでは原田さんからお渡しいただきましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、本当に本当に最後一人です。最後一人、なんで私はナンバー持ってないんですか。はい、最後、最後115番。115番、やった、おめでとうございます。やりましたね。おめでとうございます。あ、大丈夫ですか。はい、おめでとうございます。ぜひぜひ使って遊んでください。おめでとうございます。ということで、以上をもちまして鉄拳20周年記念大抽選会終了です。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは続いてはこちらです。鉄拳セブンスペシャルエキシビジョントーナメント。さあ、稼働前の鉄拳セブンでトーナメントをしてしまうというスペシャルな企画です。それでは改めて出場選手をご紹介いたします。ではゆりこさん、お願いいたします。はい、お願いします。はい、まずはフィリピンから AK 選手。
続いて韓国からセイント選手。同じく JDCR 選手。続いてアメリカミスター・スナップ選手。日本ゲーム選手。ノビー選手。タケ選手。タノカナ選手。ゆりこさんありがとうございました。さあということで再び選手の皆さんに登場していただきました。先ほどのトーナメントではね、源選手が優勝という結果でしたけども、はい、一体今回はどういう結果になるのか、じゃあ原田さん楽しみですね。そうですね、これ僕このままの格好なんですかね、これなんかトーナメントで突入した驚いてるんですけど、7ということで、7の大会ということは初めてですね。だってロケでやったばっかり で、大会もヘッタクレもまだ発売してませんから、うん、このレベルで見れるっていうのは、しかもちょっと日本選手有利ですね、これね。なるほど。海外でまだロケテストやってないんですよ。あ、なるほど、はい、じゃあもう本当にさっきのフリープレイでやっていただいたくらいの、はい、そうですね、感じで皆さん試合に挑んでいただくということですね、はい、さあ一体どんな試合になっていくのでしょうか。それでは先ほどと同様に組み合わせを決める抽選を行っていきたいと思います。呼ばれた選手の方は抽選箱からボールを取っていただいて番号を決めていきたいと思います。大丈夫でしょうか。ではまずは AK 選手お願いいたします。はい、さあ AK 選手今回は6番です。 AK 選手は6番です。続いてセイント選手お願いします。セイント選手は何番でしょうか。セイント選手は、5番です。5番です。セイント選手5番です。続いて JDCR 選手お願いいたします。 JDCR 選手は8番です。 JDCR 選手8番です。ではミスターナップス選手お願いいたします。ナップス選手は3番です。3番です。ではゲン選手お願いいたします。ゲン選手は1番。ゲン選手は1番です。ノビ選手お願いいたします。ノビ選手は2番です。ノビ選手は2番となりました。さあそして竹選手お願いいたします。竹選手は4番です。竹選手4番。最後田中奈選手お願いいたします。あ、大丈夫かな。田中奈選手は7番という結果になりました。選手の皆さんありがとうございます。さあ今回、あ、もうすでにトーナメント出てきましたね。それでは振り返ってみましょう。まず1回戦第1試合目は源選手対ノビ選手、そして2試合目がミスターナップス選手と竹選手、そして第3試合目がセイント選手と AK 選手、第4試合目が田中奈選手と JDCR 選手というトーナメントになりました。はい、原田さんいかがですか、こちらの組み合わせは。そうですね、田中奈選手いきなり JDCR ってきついですねこれまあでもワンチャンあると思いますんで、敵7ですから新しいゲームなんで、そうですね、ちょっとやっぱりタッグとかと全然違うんで、はい、皆さんにチャンスあると思います。はい、はい、それぞれで頑張っていただきたいと思います。それでは第1試合目の源選手とノビ選手は、ステージ上で準備をお願いいたします。第2試合以降の選手の皆さんは一旦ご自身の席にお戻りいただきますようにお願いいたします。選手の皆さんでは
お戻りください。ありがとうございます。さあ、そしてですね、ニコニコ生放送をご覧の方は画面上部の運営コメント欄に対戦中の選手の名前が先ほどと同様に表示されますので、そちらをチェックしていただこうと思います。そして再びあの方にもご登場いただきたいと思います。鉄拳の実況といえばアメコさんです。よろしくお願いします。どうぞ。皆さん拍手お願いします。はい、鉄拳アニメテッドに引き続き鉄拳セブンでも実況を担当します、はい、アメコです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらもね、鉄拳セブン の、 あの実況初めてなんですけど大丈夫ですかね。まあ、その点において俺も心配なのではい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。そこはもう任せますので、はい、すよろしくお願いいたします、はい、では私たちもゆりこさんもこちらの中継席の方にお願いいたします。はい、はい、準備をしていきましょう。さあ、鉄拳セブン、日本プレイヤーがちょっと有利かなというところですけども、一体どんな感じになっていくのでしょうか。準備の方は整っているんですかね。ちょっと楽しみですね。ねえ、楽しみですよね。もう本当にどんな試合が繰り広げられるかすらわからないですそうですね、もう新システムを、こう無理に使ってくるのか、それとも意外とそこは使わずに来るのか、見せてくれるのかっていうところですよね、はい、もう今めちゃくちゃ技表を確認してますからね。すごいですね、本当発売したてのゲームを触るかのような、はい、さあ、それでは準備が整ったようなので、はい、早速じゃあセブンの方で始めていきたいと思います。第1試合目は源選手 VS のび選手です。レディーファイト。はい、さあ、まさか鉄拳セブンでの、これは完全なる世界初の、そうですね、ちょっとマッチングシステムがまだ古いバージョンのままなので、ちょっとマッチングするまで時間があるんですよね。そうですね、マッチングするまでに多少時間がかかります、はい、これ優勝予想はかなり難しいですよね。そうですね、難しいです。やはり、まあ、先ほど原田さん言った通り、日本のプレイヤーがやはり有利ではありますよね。ちょっと有利ですね、はい、これこの後にちょっともう一回、マッチングのところがありますんで、はい、これね、見てる人もぜひ誰が優勝するか予想しつつラウンド1だと、はい、まあ、ただいま、画面に映っているのは、ゲン選手のレオですね。レオでいくようですね。さあ、なんかコンボやり込んでいるぞ、すでにちょっと練習できるっていう、はい、ちょっとだけ練習できる、はい、じゃあこれでマッチングしました。なるほど、はい、これでスタートになります。そうですね、これがね、全国で出た時には例えば北海道と東京とか福岡と東京とか大阪とかと、はい、いろんな全国で店舗間で、そうです、対戦できるようになりますんで、やれるっていうことなんですね、はい、さあ、1回戦ワンピー側ゲンバーサス対する 2P 側ラストを使うのはノビ相打ち。おっと、これは新しい要素ですよね、はい、起き上がり牽制キックありましたけれども、今回鉄拳セブンからヒットすると後ろに下がると、まあ、ちょっと違ったアクションになっておりますね。さあ、お互いにタッグ2では非常に使い慣れているキャラクターなので、基本的な技は知っている。さあ、新技からコンボをしっかり決めて、さあ、威力的には、さあ、ここでゲンのレオがレイジ状態、どうだ、お下段からこれは、うっ、もう一度入る、どうだ、うわスロー来ましたね。ねえ、はい、奥さん早速スーパースローになった。さあ、1ラウンド目を先取したのはゲンのレオ。ここはカウンターヒット。いやー、お互いかなり慎重。アドリブコンボはすでに完璧だ、この男、うん、でもね、やっぱり空中コンボであんまり死なないんだよね。そうですね、ヘリがやっぱり、まあ、ちょっと、そうそう、実は地上戦の読み合いが多いなんで今回は。さあ、下段を払ってからの、いい削り合いだ。体力はほとんど五分の状況、カウンター、うわー、おっと、ここでレイジアー入ったと、途中から入った、かっこいい。さあ、今素晴らしい、その、なんか盛り上がりますね、やっぱりこれ大会だと。いや、レイジアースの使い方としても非常にいい使い方でしたね。これいいですね。相手の削りに対してレイジアースを合わせることで、この耐えつつレイジアースを決めてきました。さすが鉄拳インストラクターノビ。新しい鉄拳セブンになっても、おっと、実力変わらず。さあ、これで 1-2 ノビがリーチ。13歳頑張れ、完璧、いいの見せろ、完璧からの、これが新しいコンボ、やり込んでいる。スティフ見つける、半分のダメージ。
さあこのラウンドはゲンが非常にいいペースを作っていける中段からのこれは入らず壁際どうなる置き攻めんとレイジ状態この伸びのレイジ状態はさあローキックで削っていきました。これで 2-2 ファイナルラウンド。レイジアーツもね強力なんですけど、あとローキックで削れちゃうときはあの受け止めても死んじゃうんですよね。そうですね。なんで今の状況はもうそのゲンのローキック非常にうまかったです、はい、さあこのラウンドは伸びが優勢に進めている。いい試合になってるぞ。中段からこれ残してうわっ抜けている。抜けてる抜けてる。完璧。レイジレイジだぞ。おーっと来たかこれ。どう入った入った入った。さあ分からない体力になったぞ。ここ足りなかったね足りなかったね。どうなる中段有利を取ってぬーあーきつい。勝ったのは2代目鉄拳マッチョのノビ。さあまず第1試合目はノビ選手が勝者いたしました。いやなんか非常にあ鉄拳セブンってこういうゲームになりそうだなという対戦でしたね。まるで盛り上げることを意識してくれたかのような。そうですね。多分ガチで普通にやってあなったのもね。そうですね。いや素晴らしい試合でした。ミスターナップ選手、はい、竹選手準備の方をお願いいたします。ミスターナップ選手、はい、竹選手準備をお願いいたします。ありがたいなこれ。いや本当に見せどころが盛りだくさんって感じでしたね。そう今やっぱニコ生で見てる方が見てる側がもう面白くなったって書いてあるけど、やっぱりそうよね、見てて楽しくなんか自分で言うのもなんだけどさ。いやでも本当にそう思いました。結構ねそう スーパースローとかはそれをかなり意識したんだけど、いやでも結構やっぱあのいい使い方してくれたね。そうですね、あの非常に分かりやすい強い使い方をもうすでにお二人ともできていたというか、もう慣れてる感じがする。そうですね、まあ、そこはさすがやはり、ね、やっぱり見てると、はい、あ手探りだなって感じがしたよね。それはね、それはありますけど、そうです僕らが見るとそう見えるんですよ。まだね初心者の私としてはいやもう全然使い込んでるんじゃないですか。いやそうでもないです。今のはねかなり手探りに見えましたね、はい、何パーセントくらいなんですかね。いや多分彼らの中でまだ半分いかないぐらいじゃないですか。もう出せない、はい、結構動きに迷いがありました。ノビは 30% ぐらいだと、はい、今ので30%、まあ、しかし本当にゲームの完成度もまだあの、あ、まあ、このバージョン 65% ぐらいのやつなんで。なるほどなるほど、はい、さあそれでは2試合目の準備が整ったようなので早速2試合目に移っていきたいと思います。はい、インストカード見てますね。ミスターナップス選手 VS 武選手です。レディーファイト。さあ技表を見ながら大会が始まるというこれは新しい流れですね。前代未聞ですね、はい、選手が技表を技が分からんぞと。まずレディーファイトって言われてまだ技表を見てる。全然レディーできてないじゃないですか。新しいですね。ちょっとそういうの面白いです、ね。まあ、それでもやはり今までやり込んできたその鉄拳の知識というか基礎がやっぱり皆さんすごくまあできているので、ちょっと分かってしまえばそこを応用して戦っていける、はい、でまだちょっと一回ちょっとだけ練習できてマッチングマッチしますので。そうですね、この1回コンボできますから、ここでそのミスターナップスにはぜひ、はい、で今回 ね、あの 1P 側 2P 側を一応選べるんですけど、はい、最終的な製品はどっちも 1P とかどっちも 2P ができるようにしたいなと思ってます。始まる場所ね、あの左か右かなんか結構右側じゃないと嫌だっていう人もいるじゃないですか、うん、ですね、あれをどっちも右側になるようにとかっていうふうにちょっと画期的な仕組みを今プログラマーが試行錯誤してますんで、技術的にはかなり難しいんですけど、なんとか頑張ろうと思ってます。はい、はい、それではエキシビショントーナメント1試合目第2試合、さあお互いにブライアンを選択しています。これ 1P 側、左側にいるのがミスターナプス。なんと同キャラ対決。対する 2P 側、右側にいる、ちょっと色が同じだから分からなくなっちゃうかもしれませんが、ちょっと分かりにくいですね、はい、右側が竹ですね。右側が竹、今攻め込んでいるのが竹だったんですけど今下がっております。さあ中間距離どちらが前に出るのか。さあマハパンチを当てていったのはこれはミスターナプス。うんと、さばいている。ナプスがさばいた。さあこれはミスになってしまったが、依然このラウンドはナップスペース。下段から削って削って投げが通っていく。さあこれでおっとバウンドしていますね。これ新しくないですか。新しいです。さあ今回はおっとナップス大ピンチ、いきなりピンチになった。おっと壁登り反転攻撃、いきなり 壁技を。さあ削るか、削り取っていくのは竹。竹がさあ今回は、まあ、このバージョンでは、床を破壊した場合に、まあ、床ステージの床を壊すと下に落ちるんですけど、まあ、それは前からあったんですが、なんとバウンドするようになったと。コンボが入るようになりましたね。さあこのラウンドは
タケが優勢に進めていますが、おっと、ここはブライアン、おっ、アイチじゃない、カウンターヒット、切りもみから、おっと、これは使っている。さあ体力がイーブン、カウンター、これは美味しい、ダメージになるか、おっと軸がずれていた。さあ先ほどからナプスの下段さばきが非常に功を奏している。これは届かず、さあ手探り感が非常にあるこの試合。おっと使ってる、さあレイジになったぞ、タケのレイジ状態、これをどう使っていくか。おっと空中ヒット、硬いね、2人ともお互い硬いですね。さあ残り時間もう少しずつ減ってきました。どうだ、さあナップスは、おお、ナップス1本取り返し、さあこれで1-1。今体力がですね、タケの体力がなさすぎて、まあ、レイジアートを出しても削れるようにミスターナップス動いていました。さあこれで1-1の3ラウンド目、アウチ、おーっと置いてある、フライングヒールからの空中コンボ、どこまでいける。さあこの辺りは非常に手探り、スカシ確定を決めてからのミスターナップスが攻めていく、あっとカウンター、これはカウンター、おー後ろから、あー間に合わず、うおー離しに行く、入らない、しかしバレていました。なるほど、さあこれでナップスがリーチをかけました。ナップスリーチ、ラウンド4、下段さばき、先ほどからこの下段さばきが要所で決まっている。あとはここからのコンボを決めたいんですけれども、もう1回ぐらいちょっとコンピューター戦が必要ですね。さあこれは美味しいぞ、壁まで行く、どこまでいる、すげえ減ってるぞ、もうあっと挑発からのジェットアップは狙ったんでしょうけれども、ミスになってしまった。さあこれで残り体力6割5割といったところ、さあ追い詰められているのはタケ、ギリギリレイジになっていない、この状況は、まあ、ナップスとしてはかなりしてやったりというところではないでしょうか。さあこれは投げは下がっている、投げは抜けて仕切り直している。さあこれガード、反撃が完璧、あっとカウンター、美味しい、これはマッハキックで KO、 いい試合だね、すごいな、これで 2-2 ファイナルラウンド、これは間に合わない。さあ左がナップス、右がタケ、さあおーおーおお、硬いね、マッハパンチのガードがちょっと変わりましたね。あ、そうなんですよ、この辺は新しい、また新しくなっているところも見える。さあ中間距離攻めに行くのはタケ、これ同キャラだからやりにくいんだよね。そうです、お互いやっぱり結構分かってるんじゃないかなと、攻めにくいんですよねこれ。さあまたしても床は壊れました、ラウンドで叩いても床壊れると。さあ追い詰められているのはタケ、カウンター、これはガードして、うわー、おー、さあ素晴らしいスカシ確定決めて一気、勝利したのはミスターナップス、お見事、さすがですね。では第3試合のセイント選手 AK 選手は準備の方をお願いいたします。第3試合のセイント選手 AK 選手は準備をお願いいたします、はい、これちょっと次今あれですね、韓セイントなんで韓国レバーに、あ、そうですね、レバーの交換、これね、韓国、さっき俺さっきの時気づかなかったんだけど、はい、このレバー交換してるの実はあのほら菅野のあの佐野インストラクターなんですよ。佐野インストラクターの頃は菅野の前じゃないですか。あ、そうですね、そうですね、はい、あの実は佐野さんがわざわざ、はい、この方ももう鉄拳、もう佐野さんといえばもう佐野さんも20年ぐらい鉄拳、本当にずっと高校時代ぐらいからものすごくお世話になっておりまして、はいはい、お店から、はい、お店ではね、ゲームセンターですごく有名な、はい、そうです、佐野さん、はい、店員さんなんですけども、ありがとうございます、はい、わざわざ来てもらいました、そうですね、さあ先ほどちょっとニコ生のコメントで黒いないじゃんみたいな書いてあったんですけど、今このあのロケテストの状態だから、そうです、ごめんなさい、いないってことですね、これね、ちょっとバージョンも結構古いバージョンなので、はい、いないんですよまだ、今のキャラクターの中には、はい、まだまだ登場してない、これから、これから本番には、さっきも言いましたけど新キャラ黒いだけじゃなくていっぱいいて、うん、あと何でしょう、旧キャラって言っておかしいです、今までいたキャラでまだここに入ってないキャラも実は隠れてるんですね、うんうんうん、はい、なんでこれはあくまで今ロケテスト用にちょっとキャラ絞ってあるバージョンなのでっていうことなので、皆さん、そうなんです、なるほど、あらかじめちょっとご了承くださいということです。いやでも今のミスターナップス選手の武選手との戦いもまたなんか同じキャラ同士で、そうね、ちょっと分かりにくいですね素直で、素直でありがたいです全部かっこいいかったんですけど、うん、え、ちょっと誰どっちみたいなねところもありましたけどね、はい、えー、いやでもかっこいいですね、そう、すごくかっこいいかった、ね、やっぱりあのスローモーションはすごいもっとかっこいい感じですよね、 あれみたいですよね、はい、あのさっき発表してた、そう
最後の。ああ、そうですね。あれクロスカウンターみたいなやつ、2試合目で1回一瞬だけ起きたんですよ。そうですね、起きましたね。あれね、技によってもめちゃめちゃかっこよく見えるんですよ。はい、はい、ちょっとね、まあでもあれはタイミングとかもいろいろありますからね。そうですね、そうですね、ぜひ期待してほしいんですが、まだちょっと時間かかってるんですけど、これどうなんですかね、こう、うん、見てる、特にニコ生見てる人かなり予想難しいと思うんですけど、はい、ちょっと予想してもらって、うん、俺のツイッター上でなんかちょっと、うん、ちょっとキャンペーン的なもので急遽やりましょうか。お、いいですね。今ね、ニコ生見てる人がね、なんかね、プレゼント欲しがってるんで、はいはいはい、これか、これね、この運営じゃないんで、このちょっと運営上できないんですけど、僕の個人の運営上でやりますんで、はい、ね、僕のニコ生じゃない、俺のツイッター宛てに、はいはい、優勝予想を今のうちにつぶやいてください。で、要は今のうちに、今からね今4時、あ、違う、5時、5時ちょうどぐらいですか。はい、今5時、5時ね、15分までにつぶやいてください。5時15分までに、5時15分までに、だったら 1試合ぐらい終わるかもしれないから、それ見てからもいいかもしれないけど、ギリギリ、それで優勝選手を当てた人、その時間帯に当てたツイートした人に俺から抽選で、うん、何あげようかな、ね、まずアイマスと鉄拳キャラのコラボバナパスカードがあるんですよ。あれのフルコンプリートセット1個と、それ豪華ですね、1セットとコンプリートセット、セット1個を1名様と、はいはい、じゃあさっきの多分ジョイスティックまだ余ってると思うんだよね、なんか、まあ、なかったら俺個人のまだあるんで、新品が、ジョイスティック、ファイティングスティック何か、1個あげます。ちょっと何かとは言えないんですけど、PS3 のだったら1個多分あるんで、新品であるんで、スティック1個、この2名にね、あ、はい、げますんで、ツイッターの方、僕のツイッターの方に、はい、今からだから5時15分まで、5時15分のタイムスタンプ過ぎてるもうツイートは無視しますので、排除されちゃうので、はい、原田さんの無視じゃないけど、はい、無効なんで、はい、原田さんのツイート、はい、ツイッターに、優勝予想を、そうですね、はい、どしどしツイッターはね、僕の検索すれば出てくるんですが、ね、原田アンダーバー鉄拳で調べると僕のツイッター原田アンダーバー鉄拳アカウント出てきますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、でまあ、そこに優勝、今からこの鉄拳セブンの優勝、そうですね、優勝するだろう、だからここで、ゲン君って書く人はバカなんですここでゲンって書く人はダメですね、はい、そうですね、はい、画面上に、画面の上にニコ生ご覧の皆さん、はい、原田さんのツイッターが今 URL 出てきてるので、はい、アカウント出てますので、そうですね、そこからお願いいたします、はい、5時15分までです。5時15分までにですよ、はい、いや原田さんとありがとうございます、嬉しい、はい、ありがとうございます。さあ、ということで第3試合の準備が整ったようなので、早速第3試合も始めていきたいと思います。第3試合はセイント選手 VS AK 選手です。それではレディーファイト。さあ、第3試合はフィリピンの超新星 AK、 そして AK 君は意外とワンチャンスあるかもね、彼のファイティングスタイルは。そうかもしれないですね、多分あんまりシリーズ関係なく、うん、割と強気なんで彼は。そうですね、分からないときはやはり強気の方が功を奏しやすい、強気の方が強い感で、やっぱりさっきのノビも結構攻めるタイプで、そうですね、うん、攻めるタイプの人は結構有利なんで、やっぱ慣れないうちはね、特にそうですけど、まあ、勢いがあった方がいいと。はい、そうですね、こ、ね、駒どうしようかなと思ってるぐらいなら攻撃的になってる方がまだやっぱりいいんで。さあ、 1P 側、これは、セイント、ね、セイントが使用するのはカズヤですね。ちょっと操作練習があって、はい、マッチングしますんで。そうですね、はい、じゃあここからです。1試合目、第3試合、 1P 側セイント VS 2P 側 AK。 さあ、どうでしょう。さあ、この試合を見ていきましょう。これね、意外と強気のローは怖いですよ。さあ、セイントが使用するのはカズヤ、 AK が使用するのはローですね。ローといえば、まあ、AK はもともとタッグ2でローを使用していましたから、そうそうそう、 AK 君のローはすごく強いので、はい、さあ、そのあたりにも注目してみてください。おっと、いい横移動。さあ、カズヤ対策は知っているぞと言わんばかりの左横を折った足が痛そうだ。中段から、うわーっと、暴れてる、相打ち、相打ち、相打ちの時もなるんですね、ああいう風に。相打ちだと画面が一瞬ですね、ライトが変わってこう灰色っぽくグワッとなる。さあ、これで1ラウンド先取したのはセイント。投げが通りません、セイント。今の素晴らしい投げ抜け精度。中間距離、前に出るのはどちらになる。うわー、飛んでいる。ドラゴンライドから置き攻め、しかしこれは空を切る。
今度はセイントの番。コンボがしっかりしていますね。さあ中段投げ、ドラゴン2からのどうだ、おわダッシュできず、しかしコンボのルートはもうすでに分かっていると、お互いさあ飛んでいる、強気出た、これです、なんとさあコンボはミスってしまいましたが、フォローが効いている。11体育だけから左かかとフォローガードしている、アッパー使っている、さあ3発目、これは美味しい、確認するような財布でしたね。そうですね、さあ、あ浮かせているのは、あとやっぱコンボがそうですね、まあ、慣れてないやられだから難しいか、みんなその切り盛りまでは行くんですけど、 その後なかなかちょっと悩んでいますね。タイミングが難しい、反撃を決めているのはセイント、うわ逃げている、見られた、さあレイジになったのは AK、 普通にやられた普通にやられた、普通にやられた、これでセイントがリーチ。そのレイジになっているときはやはりそのダメージ高い技を決めて一気に倒しきってしまった方が安全なんですよね。これは美味しいぞ、壁やられになっている、さあおいおいコンボが完璧だろう、どこまで行く、置き攻めに行く、さあ中間距離、お互い体力は5分、10連コンボは削りに行ってる、知っていますと、しっかりガードしているなセイント、おおスラッシュがヒットして、お互い5分の状況、さあ間に合ってない、これはバレティだ、コンボが決まればギリギリ残る、残った、あわ中段攻撃、勝ったのはセイント、セイント選手がこの第3試合を制しました。 それでは第4試合の田中奈選手、 JDCR 選手移動お願いします。そしてですね、ここでですねトーナメント表、あ戻ってますね、大丈夫ですね。 JDCR 選手がレバーの関係上1プレイヤーになります。そして2プレイヤーに田中奈選手が入るということです。先ほどちょっとトーナメントが逆転しておりますが、はい、レバーの関係上ですということです。まあレバー片方ちゃんと韓国レバーなので、ね、大丈夫ということでね、はい、大丈夫ですね。いやいや、いやあの一瞬の判断で変わってきますね、あの0時になった時に。そうですね、そうですね、あの新システムのあの0時圧をやるかやらないかっていう、そのあれはね、だから逆に相当冷静に見ないと使いたくなっちゃうんですけど、そうですね、実はちゃんと使わないと入らないので、あのちょっと冷静になって本当にチャンス伺った方がいいですね、しばらく。そうですね、使っちゃうとレイジ状態なくなっちゃうんで。そうなんですよね、やっぱりその逆転の、まあ、目がちょっとレイジ圧を打って当てても倒しきれなかったときは結構その逆転しにくくなってしまうと、だからそのまま実は使わずに通常の技も強くなってるんで、うん、そのまま戦った方がいい場合も結構ありますね。そこの判断力もちょっとこの重要かなというところですね、はい、さあそれでは最後第4試合準備が整ったようなので始めていきましょう。第4試合は JDCR 選手 VS 田中奈選手です。レディーファイ、はい、はい、ここで入って、こちら 1P 側に、座っているのは JDCR 選手ですね。いやこれキャラは何ですかね。そうですね、キャラクターは、誰を選択するんでしょうか、まあ、やはりそのさすがに新キャラではなくこれまで使っていたキャラクターを選ぶ選手が今のところ多いですけど、まあ、そうですね、なんかあえて分かんないキャラ選ぶのもいいと思うんですけど、ね、JDCR 何を、お大人げない、大人げない、大人げないだ、大人げないですね、 JDCR さすがですね。こういう時に彼はあのそういうエンターテインメント性とかないですからね。プロゲーマーなんでね、彼はね、国に帰れば好きなように、そうそう、彼は本当にもうあの向こうの国ではあの鉄拳のテレビ番組とかでバリバリ活躍してる人間なので、そうですよね、はい、やはりその勝つことっていうところに、まあ、全力を傾けるプレイヤーですね。まあ、それだけ素敵なプレーを見せていただければ、はい、いいということですよね。さあ、マッチングが完了したようです。これで位置が入れ替わりますね。 1P 側田中奈選手、対する 2P 側平八を使うのが JDCR 選手。さあ1試合目の最終戦ですね、これはガチで来るんだろうな。この試合を見ていきましょう。平八が JDCR ですね。さあ田中奈ガンガンいった方がいいと思うんだけど、田中奈が細かくいっている。あ怖い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 、投げが抜けている、なんという
こちらは決まっている。超パチからの大きい攻め、奈落、これはガード、いいガード、あーっと暴れていくのは JD、 大きい攻め、タヌカナの大きい攻めは、おお、いいね、いいぞ、さあタヌカナが一瞬抜けるか、コンボもしっかりしています。やばいやばい、レイジった。さあこれで JDCR の部屋じゃレイジ状態。いやいや、これね使わないんですよ JDCR。 どこで、あ、使った、あ、入った、ドハー、おー、おっさんに落ちて、おお、レイジアーツからコンボ入ったよ。もう何これ、エンターテインメント性がありましたね。さっきのスプルこと全然違うじゃないですか。なんか全然盛り上げてくれますね。見せてきた。それがレイジアーツでバルコニーブレイク、壁を壊して相手を下のステージに、ね、吹き飛ばしました。それを使ってコンボが入ると、すごい、はい、システムを完璧に活用している JDCR。 さあこのラウンドも JDCR が優勢に進めています。さあタヌカ、うわー、一体でプレッシャーが、プレッシャーがね、さあプレッシャーが非常に強 い、 いこれで JDCR がリーチ、新技をね、すでに使っています。おお、こちらパワークラッシュで受け止めてきましたが、しかしガードが間に合った。そうですね、発生がちょっと、うまい、下段で潰して、潰しました、ね、今パワークラッシュを下段で潰しました。はい、潰しました、はい、さあこれで体力的にはタルカナがちょっと優勢な状況です。しかし JD が財布怖えな、この風神拳の切れ味見せていきます。やつめ、いやー、その距離は、その距離は良くない、その距離は良くない。さあ下がっているのは田中奈、壁に追い詰められているぞ。怖い怖い、どうする、位置を入れ替えたい。2発目からの連携、うわ ー、 うわー、パワークラッシュるからの相打ち、どうなる、うわー、うまい、うまい、うまい、いいですね、勝負の五味角。さあこれで田中奈が1ラウンド取り返して 1-2、 かっこいい、これは美味しいカウンターになって出し切っていく。攻めていくのはタヌカナ、細かくいくのは JD、 中間距離、ああ打ち、位置取りがなんか慎重だね JD はね。そうですね、嫌な場所からすぐ逃げるからね、本当に非常に冷静、位置取り完璧、いい位置取りしますね、下がっている。さあこれは傷に取っていくのはタヌカナだぞ。おー、おー、難しかって風神拳からの置き攻め、踏みつけて、うおー、おー、一気にも出た、勝ったのは JDCR、 恐ろしい。そうですね、さあ JDCR 選手がこちらを制しました、はい、ということでじゃあトーナメント表を見ていきましょうか、準決勝に進んだのはノビ選手、そしてミスターナップス選手、そして2試合目がセイント選手と JDCR 選手と、はい、いうことになっております。ということで4強が出たところで今5時何分ですかね、はい、今ですね、あ、もう私の時計では15分に、じゃあさっき あのニコ生視聴者プレゼントキャンペーンはここで、はい、こちらで締め切りということで、はい、締め切りということになります。さあ意外と伸びって書いてある人が多いのかもね、これね、どうかな、俺見てないから分かんないけど、ただ今の試合を見ると、うん、いや分かんないですね、これは全然分からないんじゃないかな。 JDCR も正直あのもう下段ガード捨ててたもんね。そうですね、まあ、その壁際のコンボとか攻めがもうあれ出来上がってないっていうぐらい、そうね、あのガッチガチだったね、できちゃってましたね、はい、まあ、まだ発売までいろいろゲーム変わるんで、はい、はい、まあ、今回のバージョンではなんか出来上がってる感じに、はい、なってますね、はい、さあそれでは準決勝に進みましたノビ選手とミスターナップス選手、それではステージ上の方にお願いいたします。これはあれですね、確実必ず日韓戦になるっていう、あ、そうです、あとはナップスが残ってるか、そうですね、そうですね、はい、まだ分かんない、ミスターナップス選手、でも韓国はもう決勝戦必ず一人来ますね、セインとか JDCR、 そうですね、どちらから来ます、ナップス選手、なんか見た目だとひょろっとしてて大丈夫なのかなって思うんですけど、すごいですね、霞食って生きてる、うん、彼は彼何食ってるか分かんないって言われる、はい、本当にご飯ちゃんと食べてるのかなって、食べずにゲームやってるんだと思う、食べずにゲームやって、はい、電磁波とかでこうなんかこうなんかそういう感じなんですか、どういうこと、まあ、でもその本当にミスターナップ選手は、まあ、アメリカの強豪としてもかなり古くから、うん、ずっとトップ層にいたんですよ ね、はい、本当にずっと仙人と呼ばれてますから、本当なんか仙人にふさわしいなと思ったらなんか失礼なのかな、でも仙人みたいと思っちゃった、彼多分トーナメントとかじゃなくてやっぱリーグ戦とか、ね、うんうん、長い試合でやるとかなり本当にランキング上に、うん、
常に行きますよ。そうですね。なんかそういう忍耐力みたいなのがすごいんですかね。精神力、まあ多分集中力が多分強いんだと思う。仙人だからなんか鍛えてるのかもしれないですね。はい、1日多分50試合ぐらい全然できると思いますね、彼は、ね。はい、50試合は多分できると思います。できるね、はい、彼はね。ちなみにやりこさんも実際にやられるって言うんですけど、1日最長でどのくらいやってました？8時間ぐらいやってました。8時間、はい、8時間までやってました。すごいですね。すごい大好きだ。やっぱやってる最中ってご飯食べたりするのとか忘れちゃうんですかね。そうですね、忘れちゃうとか1分で1分で食べちゃって続けました。もう本当にやり込んでるんですね。そうですね。すごいな、うん、我々ね、開発8時間やったらちょっと眠くなってくるいや、ね、寝ないでください。楽しい。さあそれでは、はい、準決勝準備が整いましたので、はい、早速進めてまいりたいと思います。準決勝第1試合はノビ選手 VS ミスターナプス選手です。レディーファイト。はい、じゃあスタートボタン押してもらって。はい、準決勝第1試合、画面に映っているのはノビですね。はい、ノビの画面ですね。でちょっと練習 CPU 戦、はい、一瞬、まあ、レバーチェック入りまして、マッチングその後します。すると、はい、さあこの間に先ほどそのミスターナップス選手はそう切りもみを奪った後のコンボがうまくいってなかったので、ここで修正できるかどうかかなりポイントになってくるんじゃないかなと思います。そこに練習しておけば。対するノビアなんかもうコンボがね完璧ですからね。こんな1回やってすぐ切り替えとかできるんですか。いや、上手い人はやっぱりそういうレベルでその上達してしまうんですよね。さあ準決勝第1試合、1P 側ノビ選手のラス、対する 2P 側ミスターナップス選手のブライアン。この試合見ていきましょう。さあ開幕接近戦、これはしのいでいるミスターナップス、しゃがんでいるが3発目当たっていく、細かくいくのはミスターナップス。さあノビは投げで切り返そうとしていく、置いてあるのは水面、これは美味しい、長いですねリーチが。さあ削り体勢を取っていくのはノビですけれども、体力的にはミスターナップスがリードしている。中間距離先にどちらが出るかと。今度はノビが出た。うわっ、これは壁コンボになる。投げは抜けている。さあレイジだぞミスターナップス、これは分かんないよ、どこで使うんだ。投げ通ってしまった。さあこのラウンドはノビのラウンド。ちょっとナップス固まっちゃったかな今ね。ちょっと悩んだんじゃないですか、そのレイジアート使うかどうかというところで。さあ空中ヒット拾っていくのはノビのラス、カガで運んで壁コンボ、これはタッグ2と同じつなぎ入ってきますね。さあ中段から有利を取って、おーっと惜しい、一定なこれ、これはバウンド、あー任しても、ここですね、ここがうまくいけば、ナップス的にはというところなんでしょうけれども、さあ、ナップスがレイジ状態、どうする、これは使わない方がいいですね、まだ、そうですね、ここはどこで使うか、おー、惜しい、あ、これで入れればいいんだ、これで、テイクアウト入れれば、うわー、うわー、何今の。さあどちらが勝つかどうかという、今のスーパースロー入りましたね、入りましたけれども、今ね実はナップス勝ってたんですよ、はい、浮かせた状態からあそこからレイジアーツうまくつなげば、そうですね、入って勝てたんですよ、コンボがうまくいけばというところだったんですけれども、そうなんですよね、 もったいないな今のな、見せ所だったんですけど。さあしかしこのラウンドはナップスが非常にいい攻めをしていますね。さあこれでノビの体力は残りわずか、 おっとマッハパンチがパワークラッシュだと、マッハパンチで潰しに行ったんだけど、あ、やばい、コンボにやばいやばいやばい、踏み込んでいる、インストラクターやりすぎだぞ。さあ、残った残った残った、わからない体力差になってきた、わかんない、ナップス頑張れ、おーし、読んでいるミスターナップス、さすが、そこはね。さあ、これで 2-1、 いや、これちょっと今までの鉄拳にない緊迫感だったね、そうですね。さあ、カウンターヒット、床を破壊してからの空中コンボ、うわー、これはおっと、ちょっとシステムが変わっているようで置き攻めできず、飛んでいる、どこまで減るんだ、やばいやばいやばい、持っていかれんじゃないこれ、ここからここまで行く、おお生き残ったぞ、そういうことだぞ、うわー、ダメか、
さあ勝ったのはノービー。素晴らしい試合を見せてくれましたね。そうですね、あのやっぱスーパースロー盛り上がるでしょ。あれはかなり盛り上がるでしょ。これどうなるって感じがいいですね。すごくあれはね、本当に11年ぐらい前からずっとやりたかったんですよ。あ、そうなんですね。いや、そんな昔か。あれ難しいんですよ、あのシステムやるの。意外とじゃあもう構想は11年前からずっと前からそういうのやりたいって言ったんですけど、かなりちょっと難しい。この世代でようやくできるようになった。ようやくできるようになったと。なるほど。そうなんですよ。だからほら他のゲームやってないでしょ、意外と。これそうです ね、こういう形は盛り上がるんだ、やっぱ見てて。俺こういう、ほら 俺らも開発者にとってもこれ大会でこういう風に見るの初めてだからさ。そうですよ ね、 そうですよね。だから見ててやっぱりうわーって思うよね。よかったなそうですね、これ良かったですね。俺がプログラム組んだわけじゃなくて、あの工藤君っていうのが頑張ったんだけど工藤君なるほど。いやいや、本当に頑張ってくれてよかったな。工藤さんの頑張りが今回その頑張りましたね、本当に。もうすごいいい演出だ、はい、いい演出だっていうのがニコ生のねコメントでも流れてましたもんね。そうですね、はい、本当に。工藤くん見てるんですかね今日。あれです、作業中ですかね。作業中かもしれない、はい、いや働きで頑張りますね。どっちも 1P2P とかも彼も頑張ってくれてる。どっちも 1P2P も結構鉄拳はどっちかだけしかやりたくない人がかなり多いの で、ね、であれができたら 3D 格闘界ではかなり革命、はい、ね、まあ 格ゲー自体があんまりやってないか、ね、できるようになったらいいなと思うんですけどね。はい、はい、いやというわけで、それにしてもノービ選手すごいですね。ちょっとナップス選手、先ほどのちょっと反省点が。そう、まあさすがにそのやはり日本はやはりロケテストを一度やっているので。そうですよね。アメリカではちょっと多分今日初めて多分プレイされたんじゃないかなと。今日初めて、今回初めてだと、うん、いうわけで。でも初めてとは思えないくらいのやっぱり。そうですね、というか、うん、ありますよね。見せてくれるなっていうところがありましたね、はい。さあ続いてが第2試合目がセイント選手と JDCR 選手ということで、はい、今ね、これ2人とも、はい、韓国レバーを使うということで、はい、今感想の方をしていただいております。交代しております、はい、これもかなり。でもどうなんですか、面白い。どうぞ。このカードは面白いですけど試合ですよね。よく一緒になったりとかするんですか、試合とかで。多分結構普段は。あ、普段も。でもね、お互い結構やっぱりこう普段の試合では手の内を見せないんですよ。あ、プロか。あ、彼らやっぱり韓国ではプロなので、うん、プロの人たちは、ね、やっぱり気軽に対戦して自分の手の内癖を見切られると嫌なんで、実は、ね、本番の時違う動きいきなり急にしたりするんですよ、はい、そうですね、見せないんだよね、見せないですね、うん、そこはちょっと俺らと違うよね結構俺らガチでほらこれガードできないだろうとかやっちゃうもんね、すぐね。そうですね、自分の得意なことね。日本は結構そうなんです、そういうプレイスタイルの人が多いのかなと思います。これはやっぱりちょっとね、勝負のなんか、なんでしょう、シビアさんの違いと言いますか。そうですね、まあ、環境の違いというところは多分あるんじゃないでしょうかね、はい、はい。先ほどちらっと言ってましたけど、この鉄拳7になってからはテンポ感というか。そうですね、そうです、そうです、いろんなテンポの人と一緒に対戦も。そうですね、なかなかこういう本格的な格闘ゲームで、アーケードで通信対戦できるっていうのはあんまりやって、あんまりというか、まあ、今回鉄拳が初めてなんですけど、リリースされた来年ですね、暁には全国の層でみんな対戦できるようになりますので、はい、それは面白そう。そうですね、でまたマッチングが要は自分と同じぐらいの腕前の人を見つけてもらえるので。あ、そうなんですか。つまり例えば地元のゲームセンター行って、はい、すごい強い人がいたとするじゃないですか、はいはい、で今までだったらその人に挑まざるを得ないわけですよ、うんうんうん、だって例えば2人しか、まあ、あんまりなかなかないかもしれないですよ、その2人っきりみたいな時は、はい、でずっと倒されちゃうじゃないですか、同じかだったね、でそういうことがないわけですよね今回は。だから自分の身のこう一番やっぱ同じぐらいのレベルの人と対戦するのが。そうなんですよね、うまい下手関係なくそれが一番楽しいですから。そうやって同じレベルのぐらいの人とを見つけに行って一緒にできるとやると、そこは結構いいですよね。ゆり子さんはどうですか、実際にゲームセンターに行ってやったりとかはします？実はファイトゲームはいつも家にやってますんですが、はい、でもゲームセンターは、結構に行きます。あ、結構行きます、はい、はいはい。ゆり子さんがゲームセンター行ってたら、はい、大変じゃないですか、わらわらわら。あ、またまたもう中はゲームだけは周りにあんまり気をつけない。もう本当にゲームに集中してる感じですか。そうですね、はい。でも、鉄拳も結構、やったことあります。あ、ゲームセンターで、はい、ゲームセンターで。でもちょっと難しくて、いつもいや家にちょっと一人でやってみますと思う
なるほど。さすがにこの格好ではやってないんだよね。いけません、いけません。この格好で言ってない。はい。どうなんですか、この格好で行ってもいいんですか。まあ行ってもいいかな。行ってもいいかな。これ秋葉だったら全然ありですよね。秋葉原。そうですね。うん、そうですね、はい。なんかニュースになっちゃいそうじゃないですか。ありというか、でも多分この格好で行ったらゲームできないと思います。できないかな、囲まれて。確かにね、うん、リリがやってるよ。ずっとプレイしてる方でずっと写真撮られる。そうですよね。そうですね。もしくはなんかリリ使ってる人の隣でずっと動いてる。そうですね。いつもリリあのリリの使ってる人は私は私は嬉しいですよ。私です。私ですよ。私ですよ。どんなアピールですか。それはすごいですね。日本人は本当強いと思います。はい、世界で本当一番の強い、はい、と思います。はい、やっぱそうなんだ。そうね、いつもプレーをやるときにすぐ負けます。ちょっと残念ながらすぐ負けます。勝てるようにね。そうです。ちょっと鍛えていただいて、はい、頑張っていただきたいと思います。もっと頑張ります。さあ、かわいい。さあ今両選手が準備の方に、ね、はい、入っております。はい、あ、じゃあ準備も OK ということで、では準決勝2試合目進めてまいりたいと思います。2試合目はセイント選手 VS JDCR 選手です。レディーファイ。この2人ニコリともしませんね。いや、この2人そのまあこれまで結構なんていうか和気あいあいとした感じがあったんですけど、かなりそのガチンコな匂いが真剣な顔してますね。してますね。かなり真剣な顔してる。はい。またあのセイントがちょっとカプコンの小野さんに似てるんだ。そこなんだ、うん、若干似てるんだよね。そこなんですね。もう一つとか、あ、そうですか。似てる。若干ね、似てる。さあ画面に映っているのは小野セイントって言われてる。いいなそれ。小野セイント。セイントの和也です、はい。まあ、キャラクターは多分変えてこないでしょうから、これは和也対平安のいわゆる三島対決になりそうです。はい、財布出てんでレバーチェック大丈夫ですね。さあ四風と言われる非常に難しいテクニックを、はい、これね、じゃあ練習していますセイント。はい、マッチングが入ります。準決勝第2試合は韓国対決。いやー、財布対決ですね、これ。ワンピー側セイント VS ツーピー側 JDCR。 ビリビリしますよ、これ。さあ、先ほどから画面を見る目自体がもうバチバチと火花が出るような面持ちで2人とも筐体臨んでいました。さあ、この試合見ていきたいと思います。お互いにやはり風神拳、まあ、稲妻が出るこのアッパーですね。これがどこで出てくるかと、うわーいうところで、さあ反撃を完璧に決めていくのは JDCR。 置き攻め、横に避けている。ここはセイントのディフェンス力。財布、この切れ味が鋭すぎる。なんか男が結構アグレッシブだね。あ、1。そうですね、お互い攻める展開。うわ、うますぎ。さあ、やはりその韓国ではですね、その三島の大使の対策、これがもう完璧ですね。そうなんですよね、彼はね。まあ、そのカズヤっていうキャラクターは攻撃するときに左側に避けられると結構技がすかりやすいというか空振りしやすいんですけど、 JDCR そこ完璧に避けて反撃までしっかりと、今の横移動ですね、左側に横へ避けてカズヤの技を避けていくと。さあ、このラウンドは JDCR が体力を奪われているという状況。おっと、今度様子見に入ったの。様子見に入りました。さあ、しかしここで大きい位置が決まる。これで体力はほぼ5分。さあ、 JD が盛り返していく。中間距離、寄るのはどっちだ。下段から、さあお互いギリ行くか行かないかと、このギリギリの距離の駆け引き、これが鉄拳の醍醐味ですね。さあ有利を取っていくのはセイント。一発当てて下がってと。あっと、削り合いだこれ。さあ残り時間も時間ねえぞ、見る見るうちに減ってきた。さあどっちが勝負出る。中段はガード、これは思い切っていった。セイントにとっては非常に美味しい当たりになった。さあ残りがないぞ。あ、うわっ、もうガードだろ。もう、おい時間が止まります。なぜ動いたまだあるぞ、ラスト1秒で。なんで動いたかな、セイントは。もうさ、このレイヤーツなんですけど、決まるとタイムカウントが止まるんですよね。なので演出は長いんですが、最後まで必ず決まると。今それを分かっていて打ったようですね、 JDCR。 見せましたね、はい。さあこれで
JDCR がリーチへ。このしかしこのラウンドはセイントがペースを作っている。超パチキが抜けて中間距離、さあ壁に追い詰められているのは、あら一本取り返さないと、横移動でこれは美味しい。地獄も入った入った。さあ投げを決めて1ラウンド取り返していくのはセイントの和也。さすがに横投げは入るか。奈落から攻めていくのは JDCR、 しかしここは割り込み、お互いに細かい展開を作っていく。キリンで潜る、どうだ、切りもみから奈落、これは使っている。中段中に出していく、あと隙がない、どうやら隙がないようです、この新技。そしてしゃがんでいる、さあ後がないぞ。セイントどうする、奈落レイジを生かしている、どこで打つか。奈落もう一回、次はどうなる。うまい、うまい、うまい、今のうまいね。さあこれで 2-2 ファイナルラウンド。おいい試合になった。さあこれは惜しい、ガードが間に合って左かかとで攻めていくのはセイントだが、おっとここで殿下の宝刀スカッシュ風神拳からの空中コンボ、ヒット確認から、これは応戦している。さあセイントの残り体力はみるみるうちに減ってきている。ここで JDCR をあえて攻めていく、わーこれはどうだ、厳しかろう、お気攻め、嫉妬すぎ、無慈悲な下段で勝ったのは JDCR。いやさすが、さすがでした。こりゃ睨み合ってすごいですね。いやー JDCR 硬いね。いやいやいや、そうですね、でもまあでもかなりアグレッシブな、そうですね、まあお互いにやっぱり、うん、その三島っていうキャラクター自体がやはりその攻めるふりをしないと、ちょっと攻めるふりをすることでかなり有利に戦いを進められるキャラクターなので、そのあたり非常にうまかったですね。いやー、はい、で日韓対決になりましたね、なりましたね、はい、ここで伸び対 JDCR と、はい、決勝戦は伸び選手対 JDCR 選手ということで、どうなるんでしょうか。これちょっとビリビリした、ビリビリした、そうね今の見て、はい、いややっぱ細かいとこ見てますよね JDCR 選手、うん、やっぱキャラクターのなんか特徴というか特性というか、はい、まあ、そうですね、彼はね本当にね、うん、なんかね修正してくるんですよね、すごい相手に意外なことされても次のラウンドで修正してくるんですよ、相手に合わせて攻略を合わせて攻略、だからそれがすごいんですよね、はい、そう対応が本当にうまいという、うん、対応がすごいんですよ ね、 なんですね、今までそれで何度もやっぱりピンチを切り抜けて、そうですね、結構ね危ない時もあるんだけどね、それで切り抜けて何度か勝ってきてるんで、やっぱすごいんですよね。なんか原田さんが JDCR はエンターテインメント性ないって言ってましたけど、結構見せてくれてる感じなんですけども、なんでしょう、鉄拳セブンだと派手に見える、ね、そういう言い方なんですか、俺はなんかなんだろう、鉄拳セブンのせいなんじゃないかと俺は思ってて、違うのかな、先生じゃなくて違うのかな、なんかそんな気がしてたんだけど、まあ確かに演出もやっぱすごいですからね、 ね、その見せるっていうのも、はい、さっきのあのレジアーツの時に時間が止まって、はい、そうなんです、最後に決まりましたね、ギリギリで見せてくるってあれね、あそこ実は危なかったんですよ、でもあそこと本当はね JDCR 負ける可能性があったんですけどね、あそこね、逆にあそこで決めちゃおうっていうあの決断力となかなか大したもんですね、そうですね、いけたタイミングとっていうのはすごいですよね。さあここでのびがどれぐらい頑張れるかですね、これ見ていて、ね、なんか対策とか練れるんですかね。もちろん多分これは、まあ、多分見てはいると思うんですけど、かなり今多分その頭の中であの平八の2発目膝の新技どうしようかなみたいなことを多分考えると思いますよ。そうですね、で彼はこれに負けたら眉毛剃るんだよとかいう賭けをやると必ず負けるんです。そうですね、そうなんですか、はい、じゃあ前回それでなんか眉毛剃ったりした、しょっちゅう眉毛がなくなることが多いですね、はい、いつも眉毛、彼はそういう僕あんま知らなかったので、はい、彼はそういう人なんだと思ってたんです、最初眉毛がない人なんだ、眉毛薄いなと思ってたんですよどうやらそういう賭けでやって負けてるそうですね、なるほど、今回は何か賭けていただけたりとかはいやそれはないですそれはないです、さすがにっていう顔をしてましたね今今ねちょっとねびっくり、しかしこの試合はもう非常に多分見どころ盛りだくさんの試合になるんじゃないでしょうか。そうだね、3試合制とかでやりたいぐらいだけどね。そうですね、そうもうちょっとね長く見てみたいもんですよ ね、 ね、まあ、実はもっと新しいキャラクターちょっと見たいです、まあ、新しいキャラクターでね、まあ、まだほら発売前ですから、ね、そうなんです、はい、そうですか、うん、まだまだこれ開発途中のね、でも一人ぐらいは新キャラ使う人いるかなと思ったんですけど、思いのほかみんなガチでしたね逆にね、分からんのを狙うのかなと思ったんですけど、あるじゃねえかと思ったんですけど、やっぱそこはね
っぱりその皆さん の, そのプライドが意識がちょっとあるんじゃないかなと、うん、やっぱね、プレイヤーのプライドがねありますからね、そこが。まあ、この2人といえばやはりノビはすごく攻めるのがうまいプレイヤーなんですけど、ジェイリシャラはまあ先ほど言った通り守るのが非常にうまいプレイヤーなんで、相手に対してやっぱり見るんですね、最初見て本当に自分の中で変えていくんですよ。すごいですよ。ここでそれではノビ選手と JDCR 選手ステージの方にお願いいたします。準備をお願いいたします。硬、ね、い守りをノビ選手がうまくこう、そうですね、突き崩せるかと。そして JDCR はそのノビの攻めを守り切ることができるかというところですね。さあ、それでは準備が整いましたので決勝戦始めてまいりたいと思います。決勝戦はノビ選手 VS JDCR 選手です。レディーファイト。はい、鉄拳20周年記念鉄拳7エキシビショントーナメント、これが最後の試合となります。Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. さあ最後ちょっとドラグの方をやろうかなみたいな雰囲気を見せましたけれども、ここはラースで行くと画面に映ってるのはノビ、ノビの画面ですね。でまず1回 CPU 戦でちょっとレバーチェックしていただいてマッチングとなります。お、いや練習コンボ見せた。コンボを決めているのはノビですね。さあこれマッチングが、はい、これでマッチングします、はい、成立しました。鉄拳7エキシビショントーナメント決勝戦、ワンピガノビ VS ツーピガは JDCR、 これが最後の試合です。皆さん盛り上がっていきましょう。よっしゃ。さあ始まりました決勝戦。開幕お互いに前に出る、いきなり前に出たんだよ2人とも。下段から払って、うわ怖っ、ヒント、おっとギリギリ使っている、4割3割のダメージ。見てんだおい。さあ新しいつなぎをすでに発見しているぞノビ、いろいろあって投げ、右投げ抜けている、体力はほぼ五分の状況、避けてかな、それはいいね、ヒット確認完璧 JDCR。 さあ壁にヒット、これは痛い、これは痛い、どうなる、切りも見せず踏みつけて、あ、これちょっと待って、間に合うの、間に合う、無理か、まあ今の無理か。さあそして反撃 JDCR、 パチキからの混合総称という、あの多分レイジアーツがどれぐらい隙が大きいか知らない反撃でしたね。そうなんですよね、はい、非常に実は隙が大きいのですけれども、まあ、JDCR これ安定の選択肢を取っていったと。さあこれで1ラウンド目を先取したのは JDCR。さあこのラウンドは接近戦、おいい、ね、組み立てていくのはノビ、今のプレッシャーから下段一気に削り取っていく。さあ今のね下段もそのレイジ状態を突き破る、レイジの体力を残さずに一気に KO するという、まあ、非常に戦略として有効なことをすでにノビやっていますね。さあこのラウンドも結構強引にいったな今。しかしここで JDCR の反撃がパーフェクト、壁まで行って、しかし位置が入れ替わる、狙いたかったな。さあ切り込みから奈落ライジンからの置き攻め、置き攻めでもちょっと置き攻めうまくいかなかった。そうですね、体力はほぼ五分の状況、お互いレイジがまあ近いので、いや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 、かなり怖い、これはかなり怖い、何を当てるかというのは非常に重要になってくる。投げは抜けている、投げは通らない、いい削り。さあレイジになったぞ、レイジ危ねえぞ、これをどうするんだ、レイジ危ねえぞ、これは JDCR がレイジ状態、これをどのように生かして、いやいやいや逆転していくか。さあ残り時間も、怖いよ、ダメー、打ってきました、意外にもまともに、シャドーカッターで、さあこれでノビが優勝にリーチ。さあ続けて攻めていくのは JDCR、ラウンド4、いい削り、反撃は完璧で起き攻め、これは起き上がり下段キック、有利を取ってからのお互い下がっている、うわーっと切れ味抜群、婦人拳ですか、いける、おっとバウンドして、もう一回壁コンボが入っちゃうよ。さあこれはノビの体力がもうわずか、さあ削り取っていきました、押された、決勝戦ファイナルラウンド、投げは
抜けていく。どうだ、中間距離攻めていくな、ロビー細かく前を離していくのは JDCR。 どちらが前に出る、投げ、これは JDCR にはやはり通らず、鉄壁の守り。あ、1位さあ、お互い、うまいな、お互い、硬いよ。下段から中段、これはガードしている。なんなの、いやー、横から失礼して、これはちょっと思い切りすぎたな。さあ、分からない体力になってきたぞ。しかももう時間がかなり減ってきている。ロブかよ。そしてお互いに攻めない、この時間でもまだ。これは美味しいんじゃないか。どこまで減らせるか。さあ KO はできず、いやー出してきた、酔っている。さあ、さあ無理か。すごい、優勝はノビ。ノビが勝ちました。お見事。いやー JDCR 最後ね。さあということで、すごかった。本日のスペシャルトーナメント優勝が決定いたしました。優勝はノビ選手です。おめでとうございます。さあそれでは実況席の皆さん、そして選手の皆さん、ステージ上にお願いいたします。いやいや、もう最後まで、最後まで目が離せない戦いになりましたね。いや選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。はい、それではステージ上にお並びください。それではただいまより表彰式を執り行います。優勝しましたノビ選手には、鉄拳20周年記念ファン感謝祭限定の盾を贈呈いたします。はい、それでは原田さんからお願いいたします。これすごいですね、指紋一つついてないのに俺がベッタベタにしてんだけど今すごい、これ歴史ビジョンとは思えないこの重量感とこの素晴らしい、素晴らしい、やばいやばい、落としたこれ。はい、あのクリスタルの盾でございます。はい、クリスタルの盾が渡されました。おめでとうございます。それでは二人で持っていただいてお写真を撮っていただきましょう。原田さんも一緒に持っていただいて、ちょっとお写真の方だけよろしくお願いいたします。二人でこれかなり立派でしょ。カメラの方を向いていただけますでしょうか。ね、すごいですねこれ本当に、はい、そうなんですよこれ。はい、ではカメラの方を向いてください。お願いいたします。いや本当に素敵なクリスタルの盾、鉄拳20周年記念ファン感謝祭限定の盾となっております。贈呈されました、ありがとうございます。そして副賞といたしまして、はい、ファン感謝祭特製バナパスポートカードを差し上げます。はい、あ、そうだ、それは俺、はい、では原田さん、僕がね特別に用意したんですよ実は。そうなんです。はい、今回のファン感謝祭特製のバナパスポートカード、はい、大きい、はい、超大きい、これマジでこのままゲームセンター持っていただいてここに IC が入ってますので、これ相当、これで あのエキシビションで優勝した人だっていうのが一目で分かるようなカードになってますね。このままピッとやってください。でこれちゃんとあの裏もね、ちゃんと裏も書いてあるんですよ。見てくださいこれ、ほらね、こういう風にちゃんと裏にも、まあ、よく見たらこのカードはバナスパスポートカードではありませんって書いてあるんですけど、はい、はい、もちろんこれじゃないです。あのちゃんと本物がありますか、はい、あのちゃんとこのでっかい柄のちゃんとしたこの20周年カード、これレアですよ。これクソレアなんで、はい、これヤフオクに出たら確実に君だから、ね、それもう大丈夫です。ヤフオクに出たら、あ、お前じゃんってことになりますんで、はい、なんでなりますかね、はい、気をつけてください、はい、はい、ではバナパスポートとこちらのパネルの方も、はい、では一緒に持っていただいてカメラで撮影していきたいと思います。おめでとうございます。いや本当に素晴らしい戦いを見せていただけたなと思います。さあカメラの方大丈夫でしょうか。いや本当におめでとうございます、はい、さあそれでは鉄拳セブン見事チャンピオンでございます。今のお気持ちお願いいたします。いや、ロケテストでちょっと触ってるんで多少ハンデあったと思うんですけど確かに有利だね。すごい面白いゲームで、正直タッグ2より今面白いのかもしれないと思ってるんで、セブンに期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。さあそれではステージ上の皆さん全員で記念写真を撮りますので、先ほどと同様ギュッと真ん中の方に寄っていただけますでしょうか。はい、
皆さんでお写真を撮っていきたいと思います。はい、せっかくなんで笑顔でお願いいたします。にっこり笑顔で撮影をお願いいたします。大丈夫ですか、お顔の方皆さん見せてくださいね。ちょっと横に広がりすぎですか。あ、前の方ちょっとかがんでいただけますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、すみません、ありがとうございます。はい、どうですか、大丈夫ですか。ちょ、目線欲しい方は言っていただけると分かりやすいかと思います。はい、では手を挙げた方の方をご覧ください。はい、皆さんお写真を撮っていただいてさあ最後ですかね、大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、どうでしょうか。大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですか。これ、はい、3年後ぐらいに見たらなんで俺だけこの格好してんだろうって感じだよねそうですね、よくわかんないよね、まあ、時期がね、そういう時期だったんだなということで、はい、はい、記念撮影ありがとうございました。さあそれでは原田さん、トーナメント振り返っていかがでしたでしょうか。いや、本当にちょっとさっきも言いましたけど、開発途中ではあるんですけど、我々はやっぱり大会見てる側もやっぱり参加して盛り上がれるような、ものを目指してたので、初めてこう、何でしょう、開発者として客観的にこう大会ってなかなか作ってるとしては見れないじゃないですか、うん、でこういう機会かなり貴重だったので、はい、あ、これ見ててもやっぱり確かにね、ニコ生見てた方もすごい盛り上がってくれたので、うん、それを見て、あ、結構そこの狙いは今のところうまくいってるなと思えたし、今後絶対リリースの時にはまだこれ 65% ぐらいの出来のバージョンですから 100% すごくいいものにして皆さんに提供したいと思いますので、応援のほど、また意見の方、ツイッターとかでも受け付けてますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。鉄拳セブン本当に楽しみです。さあそれでは今日ね、熱い戦いを見せていただきました選手の皆様にもちょっとお話を聞いてみたいと思います。まずはもう最後決勝戦でね、素晴らしい戦い見せていただいた JDCR 選手、今日戦ってみていかがでしたか。I want to first say that we are Korean as a player. We are very glad to be invited here. It's kind of a very, very big honor for us. And then today we enjoyed the Tekken 7. But as Harada said, it's a development to the 65%. But still, it looks so interesting. And then, yeah, we are so.Kind of waiting for next year, you know, the Tekken 7 come out, and we are going to for sure enjoy this game. わざわざ韓国、から招待していただいてありがとうございます。まあその Tekken 7非常に盛り上がって、原田さんによれば 65% の完成度なんですけども、それでも今のままでも十分楽しいので、来年非常に楽しみにしてます。はい、JDCR 選手ありがとうございました。では AK 選手にも聞いてみたいと思います。今日いかがでしたか、戦ってみて。It's more challenging than Tekken Tag 2. And I don't know how to play Tekken 7. Tag 2よりは全然難しく感じました。まだ全然遊び方まだ慣れてないので。ここからですね、はい、慣れた時を期待しております。今日はありがとうございました。はい、はい、AK 選手ありがとうございました。さあちょっと小野さんに似てるんじゃない、小野セイントなんて新しいあだ名もできてしまいましたがはい、じゃあ前中来てもらいましたかね。セイント選手いかがでしたか今日。오늘초대를해주셔서굉장히감사하고요제가게임하면서이런큰자리에오게된다는것에대해서굉장히영광스럽게생각하고이때까지게임한것에대한약간뭐그보람을좀느끼는순간인것같습니다철권세븐도기대생각했던것만큼보다좀더재밌고다음에이제업그레이드가나오면은더재밌는게임이될거라고생각합니다これは厄介なことになったぞ。 JDCR が英語に直さなきゃいけなくなったよ。 Go ahead JDCR. And then、yeah. I'll do Japanese. Okay, Saint. It's a very similar to what I said.
a very big honor as a player, and then he has never been, never been a big event like this. So this is the best moment for him, and so he pretty enjoyed this game, taken seven. Then, yeah, and then he. 本当にそう言ったのか。He's very excited to next year and then February, yeah, when taken seven come out. Okay, got it.僕と、同じ感想なんですけども、非常にこういう機会に招待していただいて光栄と思ってます、非常に盛り上がるゲームで、来年の発売すごく楽しみにしてますので、はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you so much。 さあ、そして今日唯一の女性プレイヤーちょっと出させてもらっていいですか。はい、田中アナ選手、かわいいかわいいと評判です。今日戦ってみていかがでしたか。そんななんか落ち込んでますけども、もうこんなクソ雑魚を呼んでいただいても申し訳ないのとありがたいのとで、もう申し訳ない、もうちょっと流れてる人に申し訳ないと思っております。流れてる人ってのはニコ生ね。そうです。あ、でもあれなんですよ、一つ言い訳させてほしいのは、東京来るまでは一応神棚あったんですよ。でも東京の人みんな強すぎて、もうクソまで何も全部あれですね、決議まで抜かれて帰ります。ちょっとね、最後びっくりするような発言もありましたけども、一応生放送なんですけども、はい、なんでしょうね、わりかし、はい、問題発言が多い、僕でもしない系のびっくり、はい、びっくり発言ですけど、ね、はい、今日は徳島から来ていただいたんですよね。いや、本当にありがとうございます。東京もに負けずに頑張っていただきたいと思います、ね、東京でだいぶ削られちゃったんだね。頑張ってね、はい、リベンジ、はい、お待ちしてます、はい、ありがとうございます。さあ、そして源選手、そう、ね、アニメテッドの方では優勝しましたが、ちょっとセブンの方では残念ながらという結果でしたけど、今日一日どうでしたか。招待してくれてありがとうございます。まだセブンに調整とか入ってもっと面白くなると思うので、その時にまた期待して楽しみにしています。はい、ありがとうございます。13歳ですか、ね、しっかりしてますね、13歳。本当にありがとうございました。ではナップス選手、ミスターナップス選手もちょっと真ん中来ていただいて、今日ナップス戦っていただいていかがでしたか。I was very honored to be handpicked by Namco to come here to Tokyo, and I look forward to learning about the new system changes in the future. 紳士だね。非常に、今回の機会で招待していただいて光栄だと思ってます。これから鉄拳7のいろんなそのシステム変更とか新しい仕様について、調べるのは楽しみにしてます。おお、もうここからがちょっとどうなっていくのか、そうですね、楽しみといった感じですね。ありがとうございました。ミスターナップス選手でした。ありがとうございます。では最後、竹選手、はい、真ん中の方来ていただいてもいいですか。せっかくなんで、さあ今日一日戦ってみていかがでしたでしょうか。楽しかったです。一言一言、じゃあ鉄拳7やってみてどうでしたか。まあ鉄拳7は、まあ、また来年なんで、まあ、楽しみにはしてるんですけど、まあ、まだアーケードでタッグが稼働してるうちは、まあ、タッグを、まあ、これ以上もっと強くなりたいなっていう思いです。控えめですけど、はい、ありがとうございます。まずはね、タックの方からやっていただいて、はい、今度セブンを頑張っていただこうという感じですね、はい、いや、竹選手もありがとうございました。さあ、ということで選手の皆さん本当にありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。本当に素晴らしい戦いありがとうございました。さあ、ということで一日盛りだくさんのコンテンツでお届けしてまいりました、この鉄拳20周年記念ファン感謝祭ですが、まもなく終了のお時間がやってきてしまいました。それでは最後に一緒にステージを盛り上げていただいた皆さんに一言ずつお願いしたいと思います。まずはハメコさん、今日一日いかがでしたでしょうか。はい、まあ、鉄拳7の大会こう 見させていただく、まあ、そして実況させていただくのは初めて、まあ、当然なんですが初めてだったんですけども、あ、これはいいじゃないという非常に好意的な感触を持ちました、まあ、私もプレイヤーとして非常に鉄拳7楽しみにしているので、まあ、頑張って作っていただきたいなと思っております。はい、今日一日本当にありがとうございました。はい、こちらさん、ありがとうございました。さあ、ゆりこさん、はい、いかがでしたか。はい、今日は本当楽しかったです。
早くあの鉄拳7ちょっと遊んでみたいと思います。そして、まあ、これからもゲームとコスプレ楽しみしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして最後に原田さんからせっかくなんで真ん中の方で、はいはい、そうですね、一言いただきますでしょうか。最後ちょっとスーツで決めたかったんですけど着替える時間もなく、はい、本当に、皆さんありがとうございます。冒頭でも言いましたけど20周年、短かったようでいろいろ本当にいろんな、苦難もありまして、ここまで、来れました。で、20周年でねと言ってもこれ一つの本当節目でしかなくて、今結構ね今日会場来ていただいている方とかロケテストも見ましたし、まあ多分ニコ生見てくださってる方も意外と世代が本当2世代ぐらい変わって若い方々非常に多くてですね、これからだっていう方が非常に多いので我々開発の方も、まだまだこれからだというつもりで、頑張っていきたいと思いますので皆さん応援してください。僕これ台本にないセリフだったんですけど僕今いいこと言ったなって自分でちょっと思いました。はい、という感じなんで皆さんこれからも鉄拳の方よろしくお願いします。鉄拳セブン楽しみにしててください。ありがとうございました。原田さんありがとうございました。さてニコニコ生放送で鉄拳20周年記念ファン感謝祭ご覧いただいてた皆様とはこちらでお別れになってしまうんですが、その前になんとですね原田さん、はい、実は先ほどプレイヤーの方々から、はい、原田さんに直接鉄拳20周年のお祝いを伝えたいとお願いされました。はい、はい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 、ではプレイヤーを代表してもぐたんさんステージにお願いいたします。あ、これ本当にサプライズ的な。おー、はい、ではこちらで待っていただいて。あ、はいはい、おー、これびっくりですね。はい、プレイヤー代表してもぐたんさんから一言いただきたいと思います。はい、どうもどうも原田さん、はい、鉄拳20周年おめでとうございます。あ、どうもどうもありがとうございます。プレイヤーを代表して感謝の気持ちを送ります。はい、感謝状、原田勝弘殿、はい、あなたは20年もの長きにわたり鉄拳シリーズの先頭に立ち対戦格闘ゲームの楽しさを届けてくれました。このまっすぐな姿勢こそが日本のゲーム業界が世界に誇れる鉄のプライドです。その強さと世界中のプレイヤー一人一人を大切にする優しさに心からのありがとうを込めてここに感謝状を送ります。2014年12月吉日鉄拳プレイヤー一同、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にそれではサプライズでびっくりしました。はい、はい、プレイヤーを代表してもぐたんさんより ありがとうございます。お渡ししたいと思います。素晴らしい、本当にあるんだこういうのが。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。こういうのいただきました。せっかくなんで一緒に非常に本当にちょっと感動的な言葉がいっぱい入ってて、はい、これを読まれた後に小野との対決のビデオとか見たらなんかちょっと若干何だったんだろうみたいな感じになるんで本当に原田さん動揺してますね。そうですね、もうちょっと本当にまっすぐ生きてくればよかったなって本当に思いました。これからもうちょっと今までもちゃんと真摯にゲーム作ってきてるつもりなんですけど今まで以上に気を引き締めて頑張っていきたいと思いますんでね、よろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございました。はい、ちょっと本当に台本になかったんで。そうなんです。本当にサプライズでした。はい、ありがとうございます。今日は来ていただいた皆様、そしてニコ生で見ている皆様、はい、代表してもぐたさんが今お渡しいただけたということで、はい、本当にプレイヤーの皆様からのサプライズの感謝状でした。はい、いい記念になります。ありがとうございます。はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。もぐたさんもありがとうございました。ありがとうございました。本当にサプライズ大成功ですね。いやびっくりです。よかった、はい、サプライズ大成功でした。こんなこと今までなかったですかね一回も
はい、泣くかなと思ったんですけどね、よかった、動揺している感じで、いや、あの動揺でございますね、ね、はい、もうびっくりされました。さあ、ということで今度こそ本当にニコニコ生放送をご覧の皆様とはこちらでお別れとなってしまいます。はい、はい、最後まで本当にご視聴いただきましてありがとうございました。最後は皆さん、あちらのカメラですからね、みんなで一緒にまたねと手を振ってお別れしたいと思います。はい、そうですね、はい、では長時間本当にご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。